Marisa and Remu presents. マリサ、大ニュースよ。 JAL で世界遺産便の運行が始まるそうよ。北海道北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を祝してのことで、なんでも、記念運賃として世界遺産先得なるものを発売しているそうなんだぜ。これは大変なニュースね。オミクロン株のおかげで日本航空様の株価も大変なことになってるけど、北海道に格安で飛べるんだし、こんな時だからこそ世界遺産の力で日本を盛り上げたいんだぜ。とはいえ、北海道の世界遺産といえば縄文遺跡群は前々回ですでに紹介済みよね。ということは、今回はあの秘境を紹介するのね。そうなんだぜ。今回は日本最北端の世界自然遺産、知床を紹介するんだぜ。ついに来たわね。生き物たちの楽園、知床ね。ここは、私もすごく行ってみたいところなのよ。簡単な概要を説明すると、2005年に、3カ所目の日本の自然遺産として、知床は登録された。北海道東部に位置する知床半島は、陸域4万8700ヘクタール、海域2万2300ヘクタールが登録範囲なんだぜ。知床半島はオホーツク海に突き出た細長い半島で、斜里町と羅臼町にまたがり、長さ約 70km、付け根の幅約 40km もあるんだぜ。南にある根室半島と合わせて、まるで口を開けて北方領土の国後島を飲み込もうとしているような形よね。平らな土地は少なく、1500メートル級の知床連山が一列に並んでいるんだ。最高峰の羅臼岳は標高1661メートル、河川は約90本あるそうなんだぜ。この規模の半島でこんなに平地が少ないのって珍しいわよね。地図で調べたけど、半島の真ん中ぐらいに、知床自然センターがあって、その周辺までは車道がありそうね。旅行でレンタカーを借りていくなら、この辺くらいまでかしら。その先も道がありそうなんだけど、未開の地だからなんだか怖いわ。Google マップだと、ちょうど半島の真ん中に、半島を横断するための国道334号があるんだぜ。斜里町ウトロと、羅臼町を結ぶ知床横断道路みたいよ。通称、知床峠と呼ばれているそうね。でも、例年11月から翌4月くらいまでは、通行止めになってるらしいから注意が必要よ。雪崩とかの危険があるためらしいけど、日本で一番開通期間の短い国道として、知られているそうね。雄大な羅臼岳を間近に見ることができ、晴れた日には遥か国後島まで望むことができます、とのこと。冬以外ならぜひ行ってみたいんだぜ。先端部の地区は、すべて知床国立公園に含まれ、観光客用の道路、歩道がないから要注意よ。野生動物もいるでしょうし。そうそう、知床半島の西半分を占める斜里町では、2013年だけで、165回もヒグマの追い払い行為を行ってきたそうなんだぜ。熊のプーさんみたいな可愛い動物じゃないのよね、現実は。トレッキングでもするのなら、しっかりと地元の方のアドバイスを聞いて行動したいわね。あと知床半島の世界遺産の地域としては、次の地域が該当するんだぜ。川、岩尾別川、カムイワッカ川、ルシャ川、鉄板別川、アウンモイ川、ルサ川、ケンネ別川、サシルイ川、ラウス川、滝、フレペの滝、カムイワッカ湯の滝、カムイワッカの滝、カシュニの滝、湖沼、知床五湖、羅臼湖、知床沼、山、東根別岳1330メートル、地西別岳1317メートル、天頂山1046メートル、羅臼岳1661メートル、サシルイ岳1564メートル、地縁別岳1544メートル、知床硫黄山1562メートル、知床岳1254メートル、岬、プユニ岬、知床岬、たくさんの観光スポットにもなってるんだぜ。旅行に行くのなら川、滝、湖、山、岬、
それぞれ一つずつは押さえておきたいものなんだぜ。アイヌ語の名称の地名が多くて勉強になりそうね。プユニ岬なんてジャンプ台を連想させるわ。そのまま国後島までジャンプしていっちゃいそう。そんなことしたら、国際問題になってしまうんだぜ。ちなみに、プユニとはアイヌ語で、穴のある場所、のことらしいんだぜ。アイヌに関しては、2009年にアイヌ古式舞踊が、世界無形文化遺産に登録されているわ。もし知床に行く機会があれば、アイヌ文化についても学んでいきたいわね。ちなみに、知床ってアイヌ語で地の果てを意味するシリエトクを語源とするのよね。正確には、シリハリ口、江戸派花、先、つまり陸地の先っぽを表すという意味らしいんだぜ。アイヌの人々は、オホーツク文化の影響を受けて、狩猟や漁労、植物採取などをして生活、豊かな自然を大切にした文化を育んできたんだ。オホーツク文化っていうのは3世紀から13世紀にオホーツク海沿岸から北海道北海岸部で栄えた漁業民族の文化よ。知床半島にはこういった時代の遺跡も残されているらしいから文化的側面からも興味深いわね。話を戻して世界遺産の登録地域については、様々な保護区に指定されているんだぜ。具体的には、環境省及び林野庁によって、オンネ別岳原生自然環境保全地域、知床国立公園、知床森林生態系保護地域、国指定知床鳥獣保護区に指定されているんだ。国立公園ってのは自然保護目的で国が定めた公園なんだけど、他にもいろんな保護区に多重指定されてるのね。日本って34カ所の国立公園があるんだけど、それだけじゃ世界自然遺産レベルには遠いってことね。素晴らしい自然自体は多く存在するんだけどな。まあ、日本の国土面積から考えると、世界自然遺産が5つも存在してること自体が奇跡なのよね。2021年7月現在、登録されている世界遺産は1154件。その内訳は文化遺産897件、自然遺産218件、複合遺産39件。日本は文化遺産20件、自然遺産5件だから、世界の比率で考えても文化自然の登録バランスがいいのよね。自然遺産に関しては、登録のハードルが高いからな。日本も、今年に奄美琉球を、うまく登録できたもんだと、感心してしまうんだぜ。そんな中、知床にはどういった世界的な特徴があったのかしら。まず、知床には、北半球における流氷の南限に位置する、という大きな特徴があるんだ。流氷って海に浮かんでる氷のことよね。私、一度でいいから見てみたいのよ。そう、シベリアから流れ着く白い氷の塊。それはとても、雄大なものなんだぜ。その流氷に乗っかって、栄養分たっぷりのプランクトンも、流れてくるって聞いたことがあるわ。アイスアルジーっていうらしいんだけど、そのプランクトンによって豊かな食物網が形成されるらしいのよ。さらにそれを狙って食物連鎖の頂点に当たるシャチも来るわ。その通り。知床沿岸部は、多種多様な生物が生息生育する地域となっているんだ。でも、海の生物だけが栄養たっぷりでホクホクしてるんじゃないのが、知床のすごいところ。白鮭、カラフトマス、サクラマス、オショロコマが海と川を行き来する。これらを重要な餌資源とするヒグマやシマフクロウ、オオワシ、オジロワシが陸地で生息できることにつながる。という風に、海域と陸域の自然環境が密接に影響し合っているのが大きな特徴なんだ。海の恵みが川の恵みに、川の恵みが陸の恵みにつながって、得意な生態系を作り出しているのね。これは素晴らしい連鎖反応だわ。例えるなら、投票率の低さ、が、投票してくれる特定層を意識した選挙活動、になって、組織評伝の大勝利ってところかしら。霊夢、それは負の連鎖なんだぜ。あら、こんな例えだとプランクトン様に失礼だったわね。この素晴らしいエコシステムが、現代でも構築されているのは、自然との共存に配慮した開発が行われてきた、ことも大きいだろうな。特に知床岬の付近は国立公園内の特別保護地区として厳重な管理下に置かれているんだ。道路や大型船の接岸できる港湾施設の建設が規制されているんだぜ。岬までの陸路も道がないから、まさに未開の地ってことね。
船から眺めることしかできないそうよ。だからこそ、手つかずの自然が残って動植物の楽園となっているのね。いつか遊覧船に乗って、知床岬を散歩しているヒグマ先生を拝見したいものだわ。そんな感じで海に着目しがちなんだけど、知床半島は火山活動により形成された急峻な知床連山、山麓を覆う原生的な森林、切り立つ海岸断崖、多様な湿原湖沼、など、様々な景観が凝縮され、優れた自然美を有していることも特徴なんだぜ。ところがどっこい、講談でも触れるけど世界遺産登録基準、ひときわ優れた自然美の条件には該当しなかったのよね。日本だとこの基準に該当して登録できたのは屋久島だけなんだけど、そもそも自然美っていうのが、客観的に該当するか否かの判断が難しいものなんだぜ。うちの遺産は美しくないのかって思われそうよね。ミスコンみたいに美を競うのはよろしくないって意見が出てこないのかしら。とまあこんな感じで、得意な生態系とそれによって育まれた生物多様性が、世界遺産に登録された理由となるんだぜ。日本国内では初めて海洋地域を含む自然遺産の登録となったのも特徴かしらね。それまでに登録されていた屋久島と白神山地はどちらかというと山と木々の恵みだったし、どうも、21世紀になってからのユネスコは、文化、自然を問わず、海の世界遺産が少ないってことで、バランスの調整をしようとしてるみたいだからな。知床の次に登録された小笠原諸島と、今年登録された奄美琉球も、海が関わっているものね。今後の世界遺産登録を狙うコツは、ズバリ海よ。いつか自然破壊のアンチテーゼとして東京湾が登録される日も来るんじゃないかしら。それはどちらかというと負の文化遺産になりそうだな。次に、知床が世界遺産に登録されるまでの経緯。2005年に世界遺産になったのよね。当時、TBS 世界遺産で、異例の3週連続放送をしていたのを覚えているわ。この番組、基本毎週違う世界遺産を紹介してたんだけど、人気のやつは2週連続でやってたのよ。それがまさかの3週連続知床、いかに当時の日本が沸いたかわかるんだぜ。2001年に紀伊山地の霊場と参詣道が登録された後、久々の登録となったわけだからな。いざ見てみたら熊やフクロウの生態調査みたいな内容だったけどね。NHK 教育テレビでやってた自然と遊ぼう、見てるのかと思っちゃったわ。まあ、自然遺産で3週もやるのはネタ的に大変だったと思うんだぜ。話を戻して世界遺産登録の活動が始まったのは、登録の10年近く前、知床半島を東西に分かつ斜里町、羅臼町で、1994年に世界自然遺産登録への取り組み検討が始まったんだ。日本で初めて屋久島と白神山地が世界自然遺産に登録された翌年に活動開始ってことね。一番最初の暫定リストには入れなかったけど、早めの活動のおかげで、たった10年で登録できたんだからよかったわよね。最近の世界遺産は、1年に1回しか申請できないルールのせいでまず申請に行き着けないもの。そして、平成15年に知床は、世界遺産暫定リストに選定され、平成16年1月には世界自然遺産候補地として決定し、ユネスコ世界遺産センターに対し、正式に推薦書が提出されたんだぜ。世界遺産の中で、文化遺産は、文化庁が暫定リストに記載するんだけど、自然遺産は、環境省が候補に選定するプロセスだったのよね。あのセクシーな小泉ジュニアがトップだったことで有名な環境省よ。なぜかわからないけど、2000年前後の自然遺産は直接暫定リスト入りさせるんじゃなく、暫定リストに入れる候補にまず入れる流れだったんだぜ。暫定リスト自体が候補なのに、そのさらに候補ってわけがわからなくなりそうね。2000年頃、知床と同時に候補だったのは、小笠原諸島と琉球諸島。両方とも、後年に暫定リスト入りを果たして無事登録されているんだぜ。これら3つは、日本の国土が東西南北に広く存在していることの賜物よね。どれも最果ての地にあるから、非常に旅行難易度が高いんだけど。だからこそ、手つかずの自然が残っているのでしょうね。推薦されてからの流れとしては、推薦と同年の7月に国際自然保護連合 IUCN による現地調査。
平成17年5月31日、IUCN から登録勧告が出る。そして、そのまま7月に南アフリカ、ダーバンで開かれた第29回世界遺産委員会で、正式に登録が決定されたんだ。毎度おなじみなんだけど、世界遺産登録の基準は、どれに該当して登録できたのかしら。知床では、登録基準の9、生態系登録基準の10、生物多様性の2つが適用されたんだぜ。この組み合わせで登録されているのは、日本だと知床のみとなっているわね。9、生態系については、上記の理由で適用されたそうなんだぜ。長いから文章を表示するんだぜ。適用の理由は、流氷の恵みと、流氷の恵みの影響を受けた、海と陸のエコシステムで評価されたんだ。それから、10、生物多様性については、上記の通りなんだぜ。適用の理由は、希少な動植物が数多く生息していることが評価されたんだ。ちなみに、日本からの適用が申請されていた、7、ひときわ優れた自然美は不採用となったんだぜ。私はまだ直接ここを見に行ったわけじゃないんだけど、自然美の適用には何が足りなかったのかしらね。美しさは客観的な判定が難しいから、諮問機関も単独では、この基準は適用しないようにしてる噂もあるんだぜ。日本だと、この基準は屋久島に適用されているわ。他の基準との併用ではあるけど、美しさを争うなんてナンセンスだからこれ以上の言及は避けておくことにするわ。多分だけど、知床の美しい自然美は、流氷の海は綺麗でしょって申請したと思うんだぜ。ただ、アルゼンチンのロスグラシアレスのような、大氷がレベルがすでに登録されているからな。そこと比べたら無理ゲーだわ。規模的にもあまりにも壮大すぎるもの。日本の自然遺産なりの素晴らしさがあることは間違いないんだから、そこは気にせず誇りに思いたいわね。2021年に登録された奄美、琉球も当初は、知床と同じ9、生態系10、生物多様性の2つの基準を提案していたんだ。でも、知床と違って、奄美、琉球は10、生物多様性のみの適用となったんだぜ。奄美、琉球の時にはなんで9、生態系は適用されないのよって思ったけど。というわけで今回は知床を紹介したんだぜ。今回の動画を作る調査で、旧、生態系は、なんとなく分かった気がするわ。海、山、川、空、異なる環境同士が密接に関わり合い、動植物が生きていく上で相互作用を引き起こしているという基準なのね。結果として、それが生物多様性につながっているケースもあると思うけどな。複雑な地形関係が偶然にも重なり合い、うまくご近所関係を築いている。っていう基準なんだろうな。自然同士のコミュニケーションがうまく取れているってことなのね。私なんだかこの基準が一番好きになりそう。自然が起こした奇跡って感じがするもの。自然遺産は見た目だけでなく、こういった背景まで調べていくと楽しめそうだな。なんといっても、今回の世界遺産は、登録名がいいわね。知床って4文字だけだもの。最近のはなんとかの関連遺産群って名前にさらにサブタイトルまでついてるから編集泣かせよ。ちなみに、鈴木宗男氏が、この知床の世界遺産登録にあたり、北方四島も同じ生態系自然である。日露両国一緒に、世界遺産登録に向け協力し合えばと進言したそうなんだぜ。最後にいきなりぶっこんできたわね。ロシア連邦と共同で北方四島プラス知床として一つの世界遺産にするのはどうか、ですって。宗男ハウス。じゃなくて鈴木宗男は一体どうしてそんなことを言ったのかしら。後年のインタビューだと、文化面での大きな両国の関係が図られ、そのことが北方領土問題解決の前進にもつながると思って進言した。今でもあの時の光景を思い出しながら、せっかくのチャンスを無にしてしまった。とのことなんだぜ。知床世界自然遺産拡張構想ですって。こういう世界遺産の政治利用ってどうなのかしら。それに、当時の福田総理の答弁書の通り、日本ロシア共同所有なんてことになったら、それこそ一生ロシアの支配になりそうだけど、新たな北方領土問題解決の糸口？知床世界自然遺産拡張構想。こういった世界遺産と領土問題の関わりっていうのは、
中国と北朝鮮にもあったな。2004年に登録された北朝鮮の高句麗古墳群と、中国の高句麗前期の途上と古墳なんだぜ。高句麗の史跡は朝鮮半島北部から中国東北部にまたがっているのよね。どちらが本家なのかってことで、最初に北朝鮮が世界遺産に申請したけど中国の反対で見送りに。結局、双方の国で個別に登録されることになったのよ。この時、画家の平山郁夫さんは、両国を仲介。その功績で韓国政府より勲章を受章したそうだぜ。この手の領土問題に日本が関わると、後々難癖つけられそう。関わり合いにならないのが一番だと思うんだけど、一体どういうロビー活動が行われたのかしら。北方領土の話からだいぶ飛んでしまったけど、知床は日本が世界に誇る自然遺産。世界遺産便があるうちに、ぜひ肉眼で流氷を拝見したいんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。